土地取引の目安となる公示地価が今日発表されました。意外な場所で土地の価格が上がっています。1平方メートルあたりの土地の価格を示す公示地価、去年は F ビレッジ開業を追い風に北広島が全国1位の上昇率を記録。そして今年は千歳事務所解消いたします。どうぞ。次世代半導体の量産を目指すラピダスの進出で千歳の地価が急上昇。さらに札幌では意外な住宅地が。これという上がる要因っていうのは、よくわからないんですけども、今年の公示地価の特徴をもう一掘りします。もう一掘り。今年の全道の平均変動率は住宅地が 4.4%、 商業地が 5.1% と去年に続き上昇しました。札幌も11年連続の上昇で、特に商業地では2桁の上昇率となっています。そして札幌の住宅地で一番高かったのは丸山クラスが隣にある中央区南1条西26丁目です。価格は1平方メートルあたり75万円、一坪あたりに換算するとおよそ250万円で、道内でも一番高い住宅地になっています。しかし値上がり幅を示す上昇率の1位は意外な場所になったんです。その場所は札幌市西区平和1条4丁目。上昇率は 18.6% です。一戸建てが多い閑静な住宅街で、周辺にある商業施設はコンビニ2軒とスーパー1軒。最寄りの公共交通はバスのみという場所です。少し住みやすいよ。いいとこだよ。静かだし、山もあるし、平和の時計屋行ったり、子供の小さいとかよくザルガニ取りに行ったりしましたけど、今全然ダメだけどね。バスなんかも結構な本数走ってるので、そんな不便は感じないと思いますけど。さらに平和1条4丁目を含めた付近の3地点が上昇率10位以内にランクインしているんです。その理由について調査した北海道不動産鑑定士協会は、平和についてはですね、はっきり言ってこれという上がる要因っていうのは、よくわからないんですけども、相対的に都心部に近いですし、安かったということでですね、見直されて、上昇してるんじゃないかなと思います。郊外で上昇した土地は他にも、ガトーキングダム札幌近くの北区東原と2条1丁目です。上昇率は 17.7%。 近年宅地造成により戸建ての分譲住宅が増え、比較的手に入りやすい価格で売り出されているということです。一方全道に目を向けると、ボールパーク開業に沸いた去年の北広島から、今年は次世代半導体の量産を目指すラピダスの進出で、千歳が上昇率の上位にランクインしています。しかしこのラピダス効果をさらに上回ったのが、コロナ禍が明け外国人観光客でにぎわう富良野です。富良野市北の峰町の上昇率は全国でも1位の27.9% となっています。通りを歩いているとブリッジや空き家を多く見かけます。こういった空き家の多くは海外の富裕層が投資向けに買っているということです。この地域では一棟貸しの宿泊施設が増え、外国人スキーヤーなどが長期滞在で利用しています。観光客が戻ったということですね。ニセコとかクッチャに比べると、安いということでですね、徐々に見直されてですね、地価が上昇していると思います。は
はい、今は富良野が上昇率、うん、ナンバーワン。上がり幅、数字がすごいですね。そうなんですよね。1位が富良野市北の峰町で、まあ、価格は49,500円、1平方メーターあたりなんですが、上昇率が 27.9%、で全国のランキングもこう出てるんですけれども、うん、このトップ5、全国で見ても、まあ、ほぼ全国トップでもあるというような形だから、第2位は千歳のこうラピダス効果のある、ね、千歳ですけど、額で見るとね、富良野より高いんですけども、はい、上昇率は富良野の北の峰町の方が高いということで、この下には恵庭がトップ10にあったりとか、その下に北広島があったりと、じゃあ千歳線の沿線 がこうね、 JR ね、沿線もこう続いていってるというわけなんですが、ね、大川さん、今富良野がこれ熱いようですよ。これすごいですね、 27.9% ですか。ちょっとすごい数字ですね、これは。数字だけ見るとね、かなりの、まあ、安いっていうのがあるんで、上がり幅 も目立つのかなと思うんですけど、はい、やっぱり空き家利用とかコンドミニアムとか外国人とか、いろんなキーワードを思い起こしますね。やっぱり観光の効果なんでしょうか ね。観光需要やっぱり高まってますし、富良野ってこう7月8月の、まあ、観光客数が年間通してもかなり多くて、はい、年間で見るとこれコロナ禍除くと、大体ここ10年150万人から200万人が1年間で富良野市観光客来ているっていうことで、まあ、数字だけ見てもやっぱり観光の街だなっていう感じはしますよね、これね。だからスキーリゾートっていうと、まあ、冬メインだと思うんですけど、うん、はい、確かにお花の街とかもあるんで、そうそうそう、元々やっぱり割と、ね、夏場もお客さん集める、うん、通年比較的集められる場所ですよね。北海道の中でもそういう強みがある街だなというふうに感じますけれども、うんうん、じゃあ富良野に関してこんなデータもあります。はい、これ富良野でですね、この工事地下5地点で調査してます。で、北の峰町とご紹介した全国1位の場所、ここにあるんですね、はい、で他の4地点、富良野の駅の近くとか比較的商業施設があるようなエリアも調査すると、これ上昇率全部ゼロ、上がってないっていうデータがあるんです。駅に近いんですよね。そうなんですよ、ゼロ。ちょっと不思議ですけども、じゃあ武部さん、どうしてこの北の峰町だけこんなにも上がっているか。スキー場近いからですよね、アクセス。あ、そうです、はい、ってことですね。すいません、特にひねりはございません。正解でございました。ネクストに成功ですもんね、はい、そうなんです、まあ、この地図見ても分かるように、富良野のスキー場があって、本当にそのすぐ目の前の場所なんですよね、この北の峰町っていうのは。こんなピンポイントで、そう、ピンポイントで上がると。北の峰ゴンドラってありますもんね、はいはいはい、だからそこからすぐ行って、そうです、そうです、頂上に行けるみたいな、はい、こんなに分かりやすく出るんですね、数字でね。そうで、まあ、理由としてはやっぱりスキー場近い、その立地、あとは外国人観光客が長期で滞在するために空き家をリノベーションしたりとか、あとはコンドミニアムが増加している、こういったことが要因として挙げられてるんですね。今後、まあ、海外からどんどんこうお金入ってくる、投資が入ってくること自体は北海道が魅力的だってことで、うん、まあ、プラスの面もあると思うんですけど、はい、確かにニセコの変化見てると急激すぎて、はい、物価とか、うん、物の値段すごい上がってるんで、うん、ああなってくのかなとかね、ちょっとね、うん、だからこのニュースからちょっと一つね、その我々の暮らしにどんな影響あるのかなって考えたときに、一つ言えるのはそのあたりかもしれないですよね。今後この富良野がそういった物価上昇とかが起きてくるのか、その始まりになるのかどうなのかっていうところで、 0% の方もどんどんなんか引っ張られて上がっていくのかどうか ね、とかね、そういったところはちょっと今後ね見ていきたいなというふうに思いますね。来年もこのね、工事しか観光地が牽引していくんでしょうか。もう一掘りでした。